君が今どこにいるのか知ってるんじゃありませんか？え？まだ見つかってないけど。どこにいるんですか、リン君？え？あ、だから探してる最中。なぜそんなにムキになって隠すんです？あ？おかしいです、怪しいです。は、わかりました。私を驚かせて楽しんでるんだ、そうでしょ？え？ Damn！取引だ。こいつをりょ、は、ん、ぶ、ん。やった！私の部屋を提供してあげなくもないけど。いつまでそんな格好してるのよ。あ、ああ。邪魔になることの方が多いし。あら。わかったよ。コンビ組みなさい。の今週のラッキーカラー黒だし。なんだそりゃ。んなこと言ったって、アスナ、ギルドはどうするんだよ。最前線は危ないぞ。わかった。先輩、どうしたんですか？急に走り出して。訳をちゃんと話してくださいよ。なんで、なんであんなになっちゃうの？あれじゃ、何？別人じゃない。どういうことなの？あ、わかりました。その中にリン君いるんですね。そうでしょ？私も中に入れてもらえませんか？誰か助けて！お願い、工藤さん！僕にお尻を見せて。あーにゃー！今の何かしらね。なんでしょうね。まさかこれ以上問題を起こすような発言したバカがいるのかしら。困りましたね。そんな人には厳しいお尻必要ですよね。僕のお尻叩いてください。 Why are you gay? 姉弟子にどんな目に遭わされるか。どちらさんですか？私。え？私。どうしたんですか、姉弟子。何のご用で。 VS 今女の声がしなかった。してませんよ、そんな。師匠、女の人が生きてるんですか？え、なんか怖い。誰なんですか？どんな人なんですか？ちゃんとこっち向いて話してください。師匠、教えてるのはおじさんって言ってましたよね。っていうかその子女の子ですよね。しかも可愛いですよね。可愛い女の子と手をつなぐことが師匠のお稽古なんですか？それが竜王のお仕事なんですか？はじめまして、夜叉神愛と言います。弥一先生には手取り足取りいろいろと教えていただいていますね、先生。おーい、こいつ何言ってんだ。嘘つき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 。本当に将棋しかしてないんだって。どうしたら信じてくれるんだよ。拷問します。師匠は本当のことを言ってくれないので痛みと恐怖で自白してもらいます。弱い、すごくいい。師匠に喜んでいただけて、はい、嬉しいにゃ。お、アイちゃん何してるの？師匠をマッサージしてるんだよ。ふみ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 。みんな最高に気持ちいいよ。大石先生に振り飛車を教わってるって聞いて様子を見に来たら。違くて、ちょっとリフレッシュを。ジェイスリフレ？トンシシロクズ。はけ。あいつとは中学の時にネット将棋で出会ったんです。そのうち対局後にチャットで話すようになって。チャット
ットでナンパしたんだ。違いますよ。そもそも相手が同い年の女の子だなんて思いもしませんでしたし、まさか騎士と女流同士となんて思わなかったし、ましてそれがあの才の神以下とは。で、以下は運命だって言って盛り上がって。どこでやってたの？個室のある喫茶店とかカラオケボックスとか。それをデートって言うのよ、ぶち殺すぞ悪い。あいつとは何にもありませんって。でもまだ返事待ちみたいじゃない。どうせ都合よくキープしてるんでしょ、持ち駒みたいに。ちゃんと断りましたってば。ルベッカ、邪魔しないで。今こいつから元カノの話を聞き出してるから。詳しく聞きましょう。ガーイ、落ち着け。てか元カノじゃないから。おかしい、絶対おかしい。何がおかしいんですか、師匠。何って、これ対局の前夜祭っていうより何か別の式典なんじゃないか。え、別の式典ってどんなですか。それはわからないけど。これより日夏鶴愛さんの女流棋士資格申請の儀を執り行います。って何その謎のプログラム。将棋界の師弟関係は無視かよ。弟子が奨励会や。無視です。やっぱりあんたらか、俺を売ったのは。ったく。そういえばまだ姉弟子に謝ってないんだった。いや、やや愛してる。やや魅力的。ややは俺の嫁。お、起きていたのですか、大臣。人の耳元で何をやってる。大臣がややのことを好きになるように学院は全寮制。一晩中二人っきりで過ごすんですよね。眠れぬ夜が続きそうですね。いや、俺は眠るからな。妙な真似したら追い出すぞ。大臣を見るから。女って、あれは子供だったぞ、子供。いいえ、女です。翔子、翔子、翔子、いっつも翔子のことばっかり。むしろいい女かもな。大臣、やっぱり年上が好き。ややというものがありながら。翔子さんが作ったんだからな。また翔子って。待ってください、雷神赤羽。少し二人きりでお話ししたいことがあります。二人きり？内緒の話か。はい。男女のむつみごとかな。A few moments later. さっきのメギツネのことを考えてるのですね。なんて無駄に勘がいいんだ。今すぐパンツを脱いでください。あのメギツネがふざけたことをしてないか。こんな時間に何か用か。デート、してあげてもいいわよ。明日の放課後開けておいて。せっかくのお誘いですけれど。なあ、いいぜ。大臣、ひどいです。あんまりです。あのな、やや。はい。俺は別にシャルに惚れたわけじゃない。翔子さんみたいな豊かな女神の谷間を持つ女性ですよね。Hello darkness my old friend。また翔子、また翔子。そうじゃなくて、俺がシャルと出かけたのは確かめたいことがあったからだ。あなたがガントレットだなんて世も末だわ。お祝いに決まってるじゃない。一応その成り行きとはいえ、あなたに助けられた側面も客観的に見ればなきにしもあらずだから、全力でお相手するわ。俺は手加減しちまうかもな。何をバカなこと。ややは、やや、うん、は手加減しません。変態扱いされるだろう俺が。どういうプレイですか、ライシン。女を連れ込んで吊るして。ずっと一緒にいただろ。更衣室で 0.3 秒ほど目を離しました。 0.3 秒じゃ口説けもしないからな。お前
ちょっと大きくなったんじゃないか。わかる？もんでみる？はだけるな。胸じゃなくて背丈の話だ。離れろ。もう大人だから来心のお嫁さんにもなれるからね。小紫ったらお茶目ね。姉様からちょっとお話があります。銀行強盗だ。逃げるぜ。兄貴待ってください。もう来た。来るな。こいつらがどうなっても知らねえぞ。写真撮ってください。お前な。兄貴本当に撃つなんて。だってよ。大丈夫か。かすっただけでもいて。もう探したよ。聖司君撃ったの。それがどうしたい。ね、聖司君を傷つけてもいいのは私だけなの。そんなことじゃない。Damn。中に誰かいるの？中に誰もいませんよ。金ちゃん、私に何か隠してることない？ない。隠し事なんてありえじゃない。ありえねえから。そう、よかった。じゃあ私帰るね。さあどうぞ金ちゃん。おお。全部金ちゃんのために作ったんだよ。おお、ありがとう。うまそうだな。食事の後はお風呂、それとも、まだね。ちょっと、なんで私の席には食器がないのかしら。